をするならパーバーお決まりでしたら知りたいです。ザ・トップオブ原神配信者。いやー、私トップオブ原神配信者なんか自覚ないんだよな。ねるみろさんが選ぶサーバーが一番確実にいろんな人とマルチできそうなので差し支えなければお願いいたします。まあ、もし幻冬やるならサーバーどこ入るかは言うわ。明日幻冬やるの？あー、なんかその質問来ると思ってね、心の中で準備してました。幻冬っていうなんかすごいオープンワールド RPG が始まるらしいんやけど、正直ね迷ってる。いや、興味あるかないかで言えばあるけど、まあ私 PC でゲームする人なんよな。でスマホのスペックがいいのなくてね、幻冬がリリースされるのはスマホ版がちょっと早くてさ、 PC ちょっと遅いんですよ。あれ PC 版、え、 PC 版もう明日なん？ PC いけんの？え、じゃあもう私勉強不足だわ。 PC 明日からあんの？明日仕事なんだよな。え、それだったら幻冬やろうかな。あ、Steam と Epic が冬で、何？ダウンロード版は普通に PC でやれんの？あ、それはいいこと聞いた。それはめちゃくちゃ興味ありますわ。やりたいゲーム多すぎるねん。今日モンハンの大型アップデートが来たでしょ？で、明日幻冬が始まるんでしょ？幻冬 PC 版でもできんの？でも明日仕事だから配信無理やしな。私、原神が結局メインだから、他のゲームやる余裕ないから、幻冬はちょっと様子見します。うん。